ちょっとまたこの強引なパター見てください何万回もねパターやるとねカーブかけてねパーで上がったね強引なパターでした <laughs> って言ってますよねで強引なパターっていうのは何かっていうとこういうのねよく下りのねフックラインね おおどおどーってゴロゴロって打ってねああ外しちゃったってそれね1万回ぐらいやったんですねまあ1万回はやんないね1万回くだじゃないからねだけど、うん、まあ何千回かでやってさそれであのー、結局うんどうせこういうのは決めて打たなきゃ入んないんだってことが分かったんですねである時こうねマッチプレーやっててパンってこう。 決め打ちしたらポコンポココンンってこう入るじゃないでそれでこういうパターンにも決めちゃったんですよカーブの時にもうわざとカーブかけちゃってねであの穴を何ていうんですかね周りからこうぐるぐるって入れるみたいなね感覚で打つんですねその方が確率高いんですねだからこれはやっぱりあのラウンドケーキ多くなればなるほどそうなって、ね、若いプロたちがあの そういう風にねゴルフを覚えてもらいたいなと思います、はい、あまりにレッスンでした